Welcome to Gundam Online. どうもしびです。 Yes, OK. 出撃する地点を決めるのだ。出撃する機体を選ぶ。Gundam. Yes, OK. 何が？わかんないです。たまによくわかんないことですが、発します。出撃しろ。最近ね、体調があんま良くなくてね。病は気からなんで、もっと気合い入れなきゃいけないですね。というわけでギュネン行きましょう。まあ行きたいですね。よろけたんですけど、リーボットここってすげえな。ジオかな。ジオでしょうね。敵模様を攻めてきますね。なんか置いたぞ。実は後ろにいるんでした。今ね、いい感じでしたね。今のかなり、あー今俺死を覚悟したわ。なんか飛んできたんですけどっていう、今すごい死を覚悟しましたね。いやね、調子悪いんじゃないかなって思う感じ。いや、子供がだいぶちょっと超熟して、その影響でもしかしたら映ってんじゃねえかなとか思う。いて。マジか。ありがたい。これ無理、無茶を申し訳ない。とりあえず北に行きたい。さあ、どのルートから行きますかね。まあ、こいつは楽しいですね。いや、まあバランス的にはちょっとおかしいですけど、使っていて非常に楽しい機体ですね。ハバーン様、申し訳ありません。こっちか。行こう。自分に好きなって必要。乗れ。レーダーぐらい問題じゃねえ。指揮官から指示が届いているぞ。よしよしよし、まあ、ちょっと早かったですけどいいんじゃないですか。相手が後ろ向くから。起こした。グースーパーグレートアタックですね。これは終了です。これはでかい。割った割らないはだいぶでかいですよ。一気自爆した。これ割った割らないではだいぶ差があるんで、見事素晴らしいですね。あんま殴れてないなっていう感じではあるんですけど、まあまあそれでも結構やっぱり瞬間火力あるんでね、固定物へのダメージ非常に高いですね。
待とうかな。君の電話はまだ大丈夫。あと油断しなければまあ相手の心は折れるでしょう。折れたでしょう。さあどうしようか。あいつ盾持ってから意外と硬いんだよね。30秒待ちましょう。君の電話はまだまだ早い。ダッシュなんだよな。ダッシュなかなか終わんないっすわ。あとはこのレーダー、うん、これがすごくいいんですよ。あ、相手置いてしまってますね。このレーダーがあるとここに補給塔作る感じで、これも敵にここ核出したかどうかっていうのを判断できるんで、これ大きいんですよ。ここのも引っかかってるしね。分かってるレーダー使いですよ。すごい。こういうところで支援がしっかり分かってる支援だなっていうのがすぐ分かりますね。素晴らしいですね。素晴らしいです。あんまりああいうのって表に出ないですよ。評価されないし、このゲームじゃあれしても。盾は速攻で割れるんですね。あ、それダメですやめて。それダメです。格闘には弱いですよ。ダイヤル使ってる段階で攻撃食らって味方が場にいると、この進行補助というのがポイントが入ります。まあ、これもっと入ってもいいのかなという気は。上限が結構設定されていてそんなに入らないということなんで、いやポイントが入るとやっぱそれだけでやろうっていう人も増えるとくると思うんで、もっとポイント入ってもいいかなという個人的には思って。よいちょいちょいちょい、なんで見られるんですか。ここに見るやついや。よしよし、出撃する地点を決めるのだ。戦線に出撃だ。今は機体の処理です。ありがとう。後ろだと敵エースを撃破しました。これはダメな兄貴。悔しいよ。足回せろ。出るぞ。このバラに近く、必ずや敵を進軍せよ。補給地を破壊した。調子がいいみたいな。胸のバラにかけて、前を倒す。出
撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。新鮮に出撃だ。補給機が破壊された。修理すれば大丈夫だ。ありがとな。悪あがきを。上出来だ。自分さらに戦果を上げるのだ。よっしゃー、さすがです。みんな抜けてる。まあこんなの抜けず、いや、抜けるのはよくないですね。敵戦略兵器の破壊に成功した。まあだから最初の心折れた感じですね。今は機体の修理が先決だ。あらあら、動きが丸見えですよ。お願いします。手を貸してください。ましてやこのマップだと結構銃撃寄りの機体を連邦を使うから、なおさら突撃運用ができなくて手詰まりになるパターン多いですよね。フラーマーとかも多いですからね。入ったかな。入ってますね。幽霊の調べに乗せて華麗に撃ち続けます。リーダーぐらい問題じゃねえ。支援失敗。何をやってるの。この辺の制圧が最優先。めっちゃ敵がいるんですけど、まあここで出しましょうか。こっちまあもう無理攻めになっちゃうから、あとはまったり、まあ北筋だけ最高の北割られてもなんとかなる感じですね。まあ S 勝ちがなくなるかなっていう感じですけど、ダウンしないだと思う。いってー、地雷だと。ありがたいね。素晴らしいですね。マジか。いけ。まああとはもう本当に消化試合的なところはあります。申し訳ありません。ミンゴー。俺は誰か優位に頼めないかな。クラスピースに撃破に成功した。敵の強力な攻撃を解除するか。私の移動ラインから回避するのだ。入った。終わりました。はい、まあもう決まって、
何なんですかね、先頭打者を、先頭打者っていうか2巡目で全員ホームランみたいな感じでしたね。はい、そんな感じでございました。相手抜けてる、これはダメですね。しかも階級の高い人ほど抜ける傾向があるんで、なおさら良くないと思います。見事に決まりましたね、素晴らしいです。あ、戻った先週10連敗しまして降格しましたからの、そういう時もあるってことです。あーあー、どっち、これない、いやだからスプッシュだよな。え、いや 2% だろ、大して上がんねえしな、だってシールドブレイク 6% ついて移動射撃50ってこっちだよな、まあ、言って使わないですけど言うて今は使わないですけど、バルカンで優秀なんでね。まあそんな感じでございました。ちょっと体調がねいまいち芳しくないところがありつつも、まあなんとかマイペースでやっていければなと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。良い働きであった、お前には感謝している。